け。ちょっとあんた、どうしたんだい？え？あんた、顔色悪いよ。その…ごめんなさいね。こんな朝から余計なことばかり言って気分を悪くさせてしまったかしら。いえ、別にそんなこと。そうですよ、この子は朝にはあまり強い方じゃないだけで。それよりおかみさん、私のおかわりの方をお願いできますか？ああ、はい、そうでした。すぐにお持ちしますね。ハトさん、変な話をしてしまって本当にごめんなさいね。それでケイ、一体どうしたんだい？どうしたって何が？あんた、ニュース自体じゃ平気そうだったのに、吸血鬼なんてレトロな言葉を聞いた途端に気分が悪くなったみたいじゃないか。昨日の夜にね、変な夢を見て目が覚めたら、私の部屋に吸血鬼が出たの。吸血鬼？あ、吸血鬼っていう言い方は良くないかも。どうしてだい？私たちだってそれほど一般的じゃないけど、血を飲んだりするわけでしょ。スッポンだとか、フランス料理の食べたことないけど、何かあったよね。血の滴る鳩のローストとか、血と赤ワインのソースとかかい？ああ、取材で大陸に行った時、蛇の生き血を絞るショーとかもやってたね。でしょ。だから血を飲むからって別に怖いお化けとは限らないわけで。それで？のぞみちゃんとみかげちゃんって言うんだけど、着物を着た双子の女の子のお化けがね、私の血が欲しいって夜中に来たの。私の家、ハトウの家系に流れているのはニエの血っていう特別な血なんだって。それで？襲われてもうダメだっていう時に、ユメイさんが助けてくれたの。ユメイだって？そう名乗ったのかい？うん、いい匂いがして、優しい目と手と声をしていて、私のことをケイちゃんって呼んでくれる、ちょっとだけお母さんみたいな人。サクヤさん？ああ、別に何でもないよ。ユメイさんのことについて何か知ってるの？知ってたら教えて。ユメイさんって私の何なの？どうしてあんなに一生懸命私のことを守ってくれるの？ハトウの家の守り神だからだろうね。そいつは昨日のおかみの話にも出てたお柱様だよ。それだけ？それだけさ。それよりケイ、あんた、狭間の屋敷は昨日のうちに見たって言ったね。うん。じゃあもうこんな田舎にいる用事はないだろ。用が済んだんなら
さっさと帰りな。帰れ。さっきのニュースで言ってた通り、物騒な事件があって、まだその犯人は見つかっちゃいない。だからそれはのぞみちゃんたちが。相手がそういった類ならなおさらに。あんたが狙われているんだろう。そのくせ身を守る術を持っていないんだろう。それなら逃げるのは当然じゃないか。それは、でも。いいかい、こっちに来た途端に狙われるようになったんなら、向こうに戻れば狙われなくなる。そいつらが追ってこない限りね。足手まといのあんたがこっちにいることで、お柱様にも余計な苦労がかかるんだ。あんたは帰るべきなんだよ。違うかい？確かに私は役立たずだけど、だけど私にだってできることがあるよ。私にしかできないことがあるよ。何をするつもりだい？ユメイさんに血をあげるの。私自身は弱いけど、私が血をあげればユメイさんの力は強くなるから。あんたが命をすり減らして役に立ったところで誰かが喜ぶだなんて思ってるのかい？あんたを可愛がっていた恵美子さんは、あんたを女で一つで育てた真由美は、そしてあんたが血をやろうとしてる当の本人は。おばあちゃんのことは私全然覚えてないんだけどね。お母さんだったらできることがあるのに逃げるような子にはなってほしくないって思ってるよ。だから死んじゃってもきっと許してくれるよ。それにユメイさんは、ユメイさんの方こそ力を削って私のこと助けようとしてるんだよ。そんな一方的に助けられて私が喜ぶと思う？ケン、私自分が間違ってるって思わないから引かないよ。頑固だよ。こういうところお母さん譲りだよ。どうなっても知らないよ。ハートさん、浅間さんは？もうごちそうさまって。あら、困ったわね。ハトーさん、お召し上がりになります？いい。
だか微妙な贅沢感。セミが